超常機と機械によって生み出された競技が機関拳闘だ。始まりは労働者による非合法の賭けボクシングだったと言われている。それが地下拳闘として広まり、生身の拳闘とは別の小スポーツに発展したんだ。僕は学びたかった、戦いの中で。なあレビウス、お前は機関拳闘に何を求めてるんだ。試合前にチーム内が揉めると勝率が 23% 下がるらしいよ。すぐに私が乗り込んでってボコボコにしてやっからさ。5年前のあの日、私たちは助けられたの。ウエストサイドグレード321レビウスクロムウェイ。思い出せ、あれだけやってきたんだ。絶対勝てる。その手で掴み取れ。勝つぞ。相手が誰だろうとぶっ倒すだけだ。お前にも誇り高き死を与えてやろう。これほどの旋律を奏でるかレビウス。なんでやがった。レビウス、行かないでよ。出会った時は動かなかった右腕が誰かを救おうとしてる。